視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日の企画は趣味は読書と言いたい。パクユーが作詞家としてのスキルアップを図るべく一冊の本を読み、その本についてお話をするという企画です。現在第159回直木賞候補作全部読んでみたというシリーズ企画を進行中でございまして、今回はそのシリーズ第4弾になります。こちらに並んでいる直木賞候補作6作品をすべて読み、それぞれの感想を動画にしてお話しした上で、直木賞大賞を取るのはどの作品か予想するという企画です。この企画は第158回、前回の直木賞から、行っておりまして、前回は見事大賞の銀河鉄道の父、予想を的中させることができました。果たして、2回連続直木賞当てることができるのか、ぜひお楽しみください。それでは今回の作品をご紹介したいと思います。今回ご紹介する作品こちらです。じゃん。暴流の記者本庄雅人。こちらは新聞記者のお話で、帯に何が書いてあるかちょっと読んでみますと、嘘をつくな、強がるな、お前も本当は偉くなりたいんだろう、出世か家族か組織か保身か正義か嘘か。自らの経験とさらなる取材でリアリティを極限までアップデート、やけどするほど熱い記者たちの人生をかけた戦いを見よと書いております。で、帯裏側にはあらすじ書いておりまして、一体俺たちは何のために働いているんだ、優秀な記者ばかりが揃った黄金世代、しかし社会部長になれるのは一人だけだった、まあこう出世のこう、まあ、ポストなんでしょうね。社会部長になれるのはその中の一人だけ。生き残っているのは得意分野が違う40歳を超えた5人の男。部下の転職や妻との関係、上司との圧力に本流との争い、苦悩の種に惑いながら、出世レースが佳境を迎えたその時、新聞社が倒れかねない大スキャンダルの火の粉が降りかかる。組織を守るか己を貫くか、それとも誇りを取るか、男たちが選んだ道の先にあなたは何を見つけましたか。人生の半分以上は仕事でできている、たとえ暴流であろうと、なんてね、熱い言葉が並んでおります。この作者の本庄雅人さんっていうのは、サンケイスポーツで、記者として活躍された、まあ、元記者の、作家さんなんですね。なので帯にも書いてありましたけど、自らの経験とさらなる取材でリアリティを極限までアップと、かなり、ドキュメンタリータッチな、作品でした。それではネタバレのないように中身についてお話ししていきたいと思います。まあ、この作品も群像劇と言っていいと思います。黄金世代と呼ばれた、記者、5人、プラス1人、主要人物がいるんですけれども、そのそれぞれの物語がこう交互に、進んでいって、こう時系列行ったり来たりしながら、物語のクライマックスに向かっていくみたいな、そんな構成になっていました。で、今回の直木賞候補作の中では、こちらのじっと手を見る、この作品も群像劇、まあ、似たような構造を持った作品だったんですけれども、こちらは、男女の愛について、もしくは家族愛についてみたいなことを、テーマにした作品であったものに対して、この、暴流の記者っていうのはもうすごく男臭い内容、一応まあ、奥さんの話とか出てきたりとかもするんですけども、基本的には男の生き様みたいな、男社会の、いろいろみたいな、あれこれみたいなことを、書いた作品でした。先ほど、帯に書かれている、文言を全部読みましたが、あのトーンというか、ここに書かれている熱さっていうのは正直僕は本編には感じませんでした。もっと低い温度で淡々と物語が進んでいくみたいな、そういう印象を受けました。で、出世か家族か組織か保身か正義か嘘かみたいなね、これもすごいこう、煽り方がすごいんですけれども、まあ、僕は、ここに書かれているのことよりも、リーダーとはどうあるべきか
みたいなところがすごく、大きな要素として書かれてるなっていうふうに、感じまして、このまあ黄金世代の5人の記者っていうのは、どんどんこう経験を重ねて、まあ一こう若手記者から、誰かの上に立つ、まあ、上司にちょっとずつなっていくわけですね。その中でこう部下との関わり合いについて描かれてるシーンがものすごく多くて、でその5人の記者は、5人のまあ黄金世代の記者はそれぞれ、部下とのコミュニケーションの仕方とかっていうのが違って、そのコミュニケーションの違いによって、チームがどういう風に変わっていくかみたいなのがすごく分かりやすく描かれていて、そこがすごく面白いなっていう風に思いました。僕はまあ仕事によって人の上にも立つし人の下にもつくみたいなそういう年齢、まあ、そういう立ち位置の人間なのですごく共感できる部分が、多かったですし、まあ、自分が誰かに何かを教える、時にどういう心がけ、すればいいのかみたいなことは、この作品を読んでちょっとまた改めて考え直していかなきゃいけないなっていうふうにも思いましたし、まあ、時に、理不尽に感じるような指示だったりとか、まあ、そういったものを、自分より立場の上の人から受けることっていうのもあったりするんですけど、まあ、皆さんもそういうことあると思うんですけど、その時も上に立つ人には上に立つ人の事情があって、心の中があって、でその世代の違いとかでこう、まあ、向こうもコミュニケーション難しいって感じてる部分もあってとか、そういうところをこう想像を膨らませることができるようになったことで、まあ、これからのこう人間関係っていうのはちょっと、よりスムーズに行くのかなみたいなことも思いました。まあ、あとはこれ、本のすごくいいところだなと思ったんですけど、まあ、この人もともと記者だっていうこともあって、新聞社のこう組織体系というか、新聞社の中のことっていうのはものすごく詳しく書いてあるんですね。で多分、かなり本当のことに近いことが書かれていて、でまあなかなか聞き慣れない単語とか聞き慣れない部署とか、っていうのもいっぱい出てくるんですけれども、まあ、読み進めていくうちに、なんとなくのこう組織図と関係性っていうのはちゃんと分かるように書かれていて、でもってしっかり文字で、説明されることで、まあ自分が専門としている分野以外の、専門職の世界っていうのを、ちょっと学べるというか、あ、こんな世界があるんだ、まあ、こういう人たちが、こんな風に頑張って、できたものを普段僕は、受け取ってるんだっていうようなことが、分かるのが面白いなっていう風に思いました。例えば、こういう作品が、映像化されて、ドラマとか映画とかになった時っていうのはやっぱり時間をかけて描かれるのは、人間同士の関係性、まあ、そこのこう感情の、動きだったりとかそういったものを、ドラマチックに描いていくような方向になると思うんですね。で、映像作品っていうのは、パッと見せた時に与えられる情報がすごく多いからなんとなく、新聞社の、社内の雰囲気とかこうなんていうんですか働いてる人たちの服装とか、態度とかそういったものをぼんやり見せることでなんとなく雰囲気分かってもらってでもそこについてちゃんと説明しないみたいなそういう描かれ方に、なるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なので、映像作品に、なってしまうと、描写がすごくこう適当になってしまうところをしっかりこう文字で、書いてある、でそれを読んで、そういったこうそれぞれの、専門職の世界を、なんとなく理解することができるっていうのは、まあ、小説のいいところなのかなっていうふうに今回思いました。まあ、あとは、僕よりも下の世代とかっていうのは新聞っていうものにすごく馴染みが薄い世代だと思います。今はもう、ニュースっていうのはテレビ、もしくはネットで、情報を仕入れる新聞読んだりなんてしないよっていうのが、結構多いと思うんですけれども取材ってこういうことなんだよみたいな基本的なところっていうのも、しっかりこう理解することができるのであなるほどこうやって、いろんな情報が、僕らの元に届いてるんだっていう、そこのなんか腑に落ちる感じっていうかそこも面白かったなというふうに思います。まあ、僕は
映像作品見たことも小説読んだことも実はないんですけれども、半沢直樹とかちょっとなんか男臭い、仕事もののドラマとか最近増えてると思うんですね。そういう、厚さというかそういう世界観、持った作品だと思いますので、そういうの好きな人はぜひ読んでみるといいんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。